秋葉で一番正統派酒くずコンセプトカフェ。あ、これはの匂いがしますね。 ごめんなさい、めっちゃ失礼なこと言った。 いや、もうとにかく寒いですよ。もうなんか何打つかの前にとりあえず入って暖を取りたいじゃないですか。 我々は夏はですね、パチンコ屋で涼み、冬はですね、パチンコ屋さんで暖を取るという人種ですから。初の秋葉原ですね。はい、本日のお店は、まあ、てつさんの番組ではよくお見かけするアイランド秋葉原店さんですね。はい、で、今、並びが294。割とチャンスかな？できますね。はい、お願いします。あ、この番号なんか見覚えあるぞ。まあ、京都1万3200円の前からお届けするんですが、175、これ絶対見覚えありますよね。テスさん、なんで遺伝するの？やばい。今日ちょっと狙い台あるんですよ。狙い台あるんですけど、まあ、僕のオカルト的に狙い台1台しかないんです。 なのでちょっと怪しいかもしれないですね。これ何時だ？ 50 分。ちょっと行っちゃう？ブラリしちゃう？ ジョニーとブラリ八王子じゃねえ。 ブラリ秋葉原。すき家がありますね。これはだいぶ怪しげですよ。リバティ リバティ、すごいですね。開運おみくじ言ってますよ。 ボタンを押せばがっかりできます。打つ。 何これ。ちょ気になる。これ100円払って打つになるの？怖い。31、32、33、ゾロ目。箱が出てき、なんか変なのとかじゃないですよね、これ。早乙女学園。ほら。これ、がっかりするんですかね。なんか、この子がかわいそうじゃないですか。まさか、この後、この子が、とんでもないドラマを生むとは。お願いします。あったかい。 めっちゃあったかい。というわけでさあ、始まりました、きらめき男塾第7話、アイランド秋葉原店さんですね。僕は左折です。左折。あれ、待って、嘘だ。僕の今日の狙い台がですね、777番台だったんですけど、ここ前ディスクアップだったんですよ。うわ、変わってる。マジか。右か。これどこかけるんだっけ。あ、これか。というわけで、緑パネルのディスクアップですね。はい、今日はこちらで頑張りたいと思います。はい、おはようございます。はい、始まりました、きらめき男塾第7話ですね。やってきました、ディスクアップでございます。もうこの価値に来てる感半端じゃなくないですか？ 音量どうかな？がっくん。そりゃするわ。アイランドだもん。いやー、狙い台取れなかったですね。取れなかったというより、なかった。 僕、10月かな？ 10 月か11月ぐらいに一度、アイランド秋葉原店さんにカメラなしで来てて、その時に見つけてしまったんですよ。このお店の777番台がディスクアップだったんですよ。だから今日絶対その1台を取って、そのアイランドの777番台に座ったら勝てるんじゃないかと 安直な考えで言ったらですね、北斗天翔に変わってました。あー、
で一応あのおさらいなんですけど、僕の打ち方は、基本的にはバー枠上狙いぐらいですね。で、まあ、あとは枠上上とか、まあ、結構適当に押してますね。そんななんか毎回ビタとかそんな難しいことは考えてないです。やっぱりこういう台の面白さって、制御を知って入った時に台は何も知らせてくれてないけど、これ絶対バー揃いだろうとか赤7だろうとか異色だろうとか、なんかそういうのが分かった時が、まあ結構トップクラスに面白いと思うんですよ。なので僕はまあ一応もうずっとバー押しで変えてないですね。もう覚え切っちゃったんで、なんかそこから映るのが怖いってですかね。もう赤7狙いとかにしちゃうともう何にも分かんないまあ最低限のことは分かるんですけど、はい、今日の男気ですか、何がいいかな。わお、逆回転ですね。出たよでもルーレットは結構重複の可能性高いですね。あの高いというよりかはなくはないぐらいですね。うん、ないですね。で、今日の男気ミッションなんですけども、普段の僕の多分ビタ押しの精度が 90% ぐらいなんですね。なので今日はこのカメラがある収録という緊張感とさらに 5% 上げてですね、今日の男気ミッション、ビタ押し 95% 男気らしくハードルを上げてみました。結構きついと思う。あ、でもこれは僕が自分に課したミッションとしてやっているだけなので、あの見てくださっている方、なんかそんな難しそうなとかそういうのは全然思わないでいただけたらなと思います。これは自分への枷枷ですから。ちょうど1年ぐらい打ってるんですよ、ディスク、はい、もう去年の12月かな、自分で確認したら1ヶ月のうち21日打ってましたディスクアップ。おお、ビビるよこの日米ですね、はい、271ゲームヤッホー。で、あれですよね、ビタ 95% ですよね。やばいな、これ緊張感やばいな。ちょっと集中しますわ。ふうお水でも飲もうかな。よーし、トントントンですね、はい、来たよ、はい、やばいな、めちゃめちゃ緊張してる。よし、ひとまずノーミスですね46ゲーム獲得です。さあ、あ、音符スタートですね。押していいですかチュン、あーチキショーもう幸先よくハイパー狙いたいですよね。あのやっぱり万枚出した後だから、なんか例えばその凱旋とか洗い台行って突っ張って爆死みたいなのが嫌だったんですよ。手堅く勝ちたい、今日は勝ちたい。さあ、ダンスタイム取れずの DJ ラストですね、バッシュン。うん、残念。まあ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 、いやでもしかし本当に僕の本当の最初の最初を知ってくださってる方は今となってはあまりもしかしたら少ないのかなと思うので、一応お話しさせていただければなと思うんですが、まあ、僕が入った流れって鉄さんがその女性の格好をした男性、まあ、男の子を募集しますよっていうのを、で僕はそれを見て応募というか
まあなんならまあ直接お見せしに行きますよと言って哲さんに会いに行ったのがこのアイランド秋葉原店ですね。はい。なのでなんかなんでしょうね、本当に感慨深いというか、あの時どんな気持ちで会いに行ったのかもはや、ね、そんなはっきり覚えてるわけではないですけど、なんか初心に帰れるというか、そんな感じがしますね。緊張したな。懐かしいですよね。ガットさんも多分演者になられてなかったと思うので、はい。負け芸人ですか、ジョニー。ちょっとそれは失礼ですよ、負け芸人。あ、でもまあしょうがないか。さあ、まあ、まだ大丈夫、2枚目大丈夫大丈夫、飲まれてしまったけど、ほいほいほい、元ネタ、はいの元ネタですか、なんか超能力者みたいな。なんかなんだっけな、霊媒、いや違う、霊媒師じゃないな、なんだっけ、金髪の人、金髪の人じゃないですかね。わお、ゲチェナですね、当たった。霊媒師重複やめましょうよ。 B、 はい、投資が1万7000円かな。よいしょー。いやもうほんと全く喋れないですね、これは。集中。なんか今まで普段というのかな、なんか自分がいかに結構なんかサボってるっていうんですかね、今めちゃめちゃ集中してますね。なんだ、やればできるのか。よし、2連続ノーミスですな。よし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 。さあ、キャマ、あ、音符だよ、頼む頼む。あ、なんでよ、もう、ま、ま、満足、いつも満足は。満足じゃないよ、ダンスタイムくれよ。駆け抜け、元気のいい島見えてきてます。これ当たりですね、はい、やったー。まあ、この時点であの演出が走ってないので当たりですよってことですね。まあ、多分1コマだと思うのでバービック以外かな。移植。移植かい。はい、よし、何ゲームじゃ、移植、ああ喜んでいいですよ、いいですよ、これ DT つきますから。見えない99ゲームですね、持ちメダルよ、素晴らしい、16384引きました。さあさあさあ、誰が来るかな、頼む、緊張しますな。えい、お、ゼロなんだ、これ判定しますね。切ったー。あの開始これ、ゼロゲーム、普段は1ゲームになるんですけど、ゼロだった場合判定濃厚ですね。さて、そろそろ必殺技を発動しますかね。いいですか、よし、どうですか、このデュアル心理。あ、消えた、あ、消えないね、はい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 、いや最強、この最強感すごくないですか、ほら。あ、消えた、行くんじゃないですかこれ、いいよいいよ、
あ、復活ある、復活ある、あ、もうでもないわ。あ、あ、伸びた。あ、100か、夢見ちゃったよ。これもう全然フラグレじゃないんですけど、そろそろ次のビッグでミスりそうな気が。やっぱり男気ミッションは達成したいじゃないですか、はい、って言いながら、あの2時間後つって、そもそもビッグを引かないみたいなあるかもしれないですからね、怖いですよ。今日テケどんどん来ませんね。電子応答しましたよ。うわびっくりでしょこれは。一回普通に押そうかな。おお、綺麗ですね。追加外れのリーチ目ですね。で、多分ですけど、全ショートした時ラジカセの複合もあるんですよ。で、複合してたら棒な角で、全ショートのみだと密角だったはずですね。で、僕基本枠上か枠上上あたりに押しているので、この中段の、停止系ですね。で、この外れ系は移植王は黒かな、移植王は黒だと思う。はい、黒ビッグですね、まあ、2コマ3コマだったってことですね、はい、緊張。よーよーよー、あ、そろそろ次のビッグでミスりそうだけど。マジかー、やばいやばい、これはやばい、落ち着け、初のミス。大丈夫、まだ 95% ある。やばい、今だいぶ早かった。よしよしよし、なんとか最初のミスだけで持ちこたえましたね。さあ、あ、また音符見ようかな、たまには見ようかな。あ、やっぱ押す、あかん、うわ、うー、駆け抜けていく。よくない。よくないよ。なんか展開がいいのやら悪いのやらって感じですね。おお、ダブルスタートしましたね。大丈夫でしょう。よしよしよし、あのもうチェリー否定してるので、あのダブルスタートチェリー対応なので、この時点で当たりですね。素晴らしい、同じ同じリーチ名、コブイ欲しい欲しい欲しいですね、121ゲームですね。はい、黒ですね。よしよしよし、気を取り直して、よし、で、なんか僕もその最初めちゃめちゃ、まあ下手というか、まあディスカップ打ち始めの頃ですね、多分 50-60% ぐらいだったんですよ、ビタが。で、一応 90% ぐらいまでは上げられたので、なんかちょっとしたコツじゃないんですけど、やっぱり椅子の高さが一番大事かなと思いますね、僕は。はい、あの高い低いってあると思うんですけど、それは好みかな、どちらかで絶対固定した方がいいですね。もちろんあの調整できないお店とかもあるとは思うんですけど、僕はもう一番下げてますね。あと何でしょう、今結構下皿がパンパンなんですけど、そうするとちょっと集中がそっちに行っちゃうじゃないですか。なのでもう他のことに気にしなくていいぐらいな感じにするといいかもですね。ノーミスかな今回も。さあ、おいしょ、押すよ。ちょっと、だって移植以外取ってないですよね。もう
ましたよ、スベリオン。さあ、あ、冗談ビタになりましたね。ビタビタこの冗談バーからの9枚役、4コマ滑り以外は全て重複否定ですね。なのでこの場合も 100% 当たってないですやめてよはい、未だハイパーなし地味な展開。よいしょ、はい、はいはい、おっと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 、滑ったと思うけどな。おっと、おお、お、素晴らしいですね、ビッグ。おっとっとっと、あ、やばい、ちょっと映さないと、これは気が散っちゃうからおー、来た来た来た、やばい、ちょっと固まってしまったあ2回目かな、ミスは。さあ、また音符スタートですけども、見よう、見ようじゃないか、押してダメなら見届けよう。よし、やりました押しちゃったけど、おう、あ、リーゼントさんですね、またしても変わらない科目、科目っていうか、あんまり、おお、大丈夫でしょう、これはもう。あ、レグですね、212ゲームです。おお、当たりましたね。あー、バーですね、196、増えない、レグなんだね。はい、これで3連続レギュラーです。ちょっと崩壊寸前ですよ、これやばい。なんか説明しがいのある当たりとかあればいいですけどね、特にないですからね。なんですかね、ん、おい、おお、めっちゃ綺麗じゃないですか、美しい、118ゲームですね。あー、異色だあ、そうですよね、BGM 鳴らしたいなと思って、ビタの、また設定差のない方ですやりました、よしよしよし、119ゲームツンツンツン、よく引くね。はい、またまた判定しちゃいますか、いけ、あー、1ですね、通常アフロ大丈夫かこれ苦しい。そう、今ちょっと回してて思ったんですけど、さっきのやつなんてもろにバー蹴ったじゃないですか、その時点で、まあ、枠上、まあ、スリスビタできてればですけど、異色格でしたねっていうのを、なんかこう1年打ってても未だにこう発見できる楽しさっていうのありますよね。引けないねうーって、あ、そういえば朝引いたやつ、よいしょ、よいしょ、もうね、すがるしかない。あ、そうなんですね。あ、歌プリですか、カミュ、せいやじゃんもしかして朝この子の名前はカミューであると調べておけば、私は聖夜に行ったかもしれない。どうしたもんか
おっと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 、もういいでしょう。うん、青かな。よし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 。あさあやってきちゃいましたね。そろそろ泥沼対決みたいになってきますよ。おもう頼むよ。一コマなんか見覚えあるぞこれ。はい、おお外れましたね。450ゲーム。よし黒ですね。いやー1600ゲームぶりぐらいの忘れたよ打ち方。さすがに感覚がもう戻らない。おお緊張したわ。おお、あーラストですね。よしノーミスかな。よし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 、こっから復活したい。そろそろダンスタイム音符だけど頼む。よしやりました、やっと。うん、リーゼントさんですね。無念。なんか頑張ってはいるんですけど、なかなか現時点でもう3時ぐらいですかね。僕的にはもっと打ちたいんですけど、少しでも面白い動画にしたいので、パチンコですかね。パチンコ打ちます。遅れてました。おお、よかったよかった、なんとかギリギリリッチ飯を取れました。110ゲーム。あ、赤七かな。よーしよ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 し、やっとメダルが回復してきた。さあ、あーくそ。3回目かな今日。3回目、気を取り直して。はい、大丈夫。よし、なんとか1ミスで。さあ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 、おーダンスタイムスタートですね。大丈夫でしょう。よーしよしよしよし。あ、リーゼントさん、おー来た。本日2度目ですね、判定してくれました。なんだよ、どれだけハマっても結局めちゃめちゃ面白いじゃん。来たよ、来た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 、頼む。今確か手電でしたよね。そしたら2コマ滑りになるので、ここの9枚当選濃厚ですね、制御的に。よーしよしよしよし、バーナ、バケなんだね。タンタンタン、でもまあ乗ってきました。よーしよ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 し、素晴らしい。あとはもうここで反転するかどうかですね。反転してくれたらもう一気に200以上。どうでしょう。うん、シンディだけど、あー行かない。
でも、もうシンディと会えただけで幸せですよ。幸せなので OK ですということで、まあ、反転と1回レグを取ってるのでここはありますね。最低120かな。ポーンさあ、客なのかな。さあ、うん、ないですね。さあ、残り52ゲームの DJ ゾーンですね。こうどうしてもあんなに同色ビッグハマったんだから、今ちょっとぐらい固まってきてよと思いますよね。ラスト、頼むよ。あ、終わってしまいましたね。460枚です。だってここまで打ってきて、ビッグが9発ですね。うち2個が移植なので、で男気ミッションがビタ 95%、 僕の予想多分 92% とか 3% なんですけど、今どんな感じですか。はい、65回で3ミス？え？超えてますよね？おお、すごい！え、クリアじゃないのか？え？男気ミッション的には今やめればクリアですね。そんな男気ないことできるかよ。ただもう本当に時間的に差し迫ってきてるので、ラストはビッグですかね。はい。ディスクアップは何をどうやってこう荒波になってしまったんでしょうね。ですね、基本的にはショート演出と一緒に言葉を発するので、ちょっとまだちょっとよくわかんないです。あれはなんかくしゃみみたいな、あ、これですね。ちょっと喋ってますね。眠いって言ってます。たかし、母ちゃん言う通りにするね。そうかいそうかい、たかし、母ちゃんもうすぐメダルなくなるからね。難しい。ミッションに勝ち、勝負に負けた男の子、葵でございます。はい、というわけで早速出玉の方、今日アイランドさんですね、見ていきます。一番メインになってるのかな、窓2、まあ、角 4箱で、この辺もポチポチと、でここと2台並んでという感じですかね。で、お隣もちょっと反逆ですね。反逆もなんかすごいですよね、本当稼働、ここまで稼働してるのを 見かけることなかなかないと思うので、ここも結構2箱出てますね。でもこのヒルクラが1列あるのかな。ヒルクラは結構中の方ですかね。4箱5箱ぐらい、結構 中頃はかなりって感じですね。奥はちょっと狭いけど、ギアスの方ですね、こちら。あー、でもな、結構強いんじゃないですかね。うおなかなかこれはいいんじゃないですか。ギアスとあとリゼロですね。リゼロは、うわ、角3箱1箱1台飛ばして3箱5箱 GF カッコカリ、おお、うおここはもう完全に3台4台か4台並んでって感じですね。でこの島が、エウレカ3ですね。モンデル台が多いのと、あと角ですね。
今プラス3枚2000超えてますね。で番長3ですね、この辺はかなり圧倒的な感じになっておりますね。はい、そんな感じになっておりました。まあ、個人的な感想としては前とかなんかそういう感じよりも至る所にっていう感じだったのかなと思いますね。はい、個人的には悔しさしかありませんが、ここアイランド秋葉原はですね、僕にとってちょっと思い出の深い土地というかそういう感じなので、またリベンジできたらなと思っております。そんな感じでエンディングに行きたいと思います。お疲れ様です。はい、はい、というわけで実戦終了でございます。お疲れ様です。いやうんあの終盤で、聞いたじゃないですか、現在何パーなんですかと。で超えてますよ、ただ知ってしまったからにはやっぱりちょっと最後一回ワンビッグ引いて決めてやろうっていう感じだったんですけれども、まさかの引けないって、そもそも引けないというわけでですね、なんと本日、まあ、エンディングでの発表になるんですけども、男気ミッションの方は無事、まあクリアクリアしました。はい、しこりは残りますね。ちょっと本編の方でも言ってるかもしれないんですけども、私は葵が、哲さんに直接会いに行って、結果として今演者をやらせていただいているというか、思い入れの深い場所なので、いつかこうリベンジしてこのお店でめちゃめちゃいい動画を出したいなと、それがまあ一つの恩返しになるのかなと思っていますので、まあくじけずにまたチャンスがあれば頑張りたいなと思っております。そんな感じでですね、この動画見ていただきまして、95% はすげえなって思ってくださった方はぜひいいねを押していただけるととっても喜びますので、よろしくお願いします。というわけで、ちょっと残念な結果になってしまいましたが、また次回、きらめき男塾第8話、波乱の展開になると思いますので頑張りたいと思っております。バイバイ。